防衛装備品の共同開発などを日本とアメリカが協議する初めての会合でミサイルの共同生産など4つのテーマについて作業部会を設置することで合意しました。キャス 日米防衛産業協力取得維持整備定期協議は、4月の首脳会談で新設が決まった協議の枠組みです。初めての会合が一昨日、おととい防衛装備庁の深沢長官やアメリカのラプランテ国防次官らが参加して防衛省で開かれ、昨日は両国の防衛関連企業10社ほどを交えた会合などもありました。今回のダイキャストで日米両政府は、 ミサイルの共同生産やアメリカ軍の艦艇と航空機の共同維持整備サプライチェーンの強靭化の4つの分野について具体化に向けた作業部会を設置することで合意しました今日う、艦艇に関する作業部会を開き日本の民間施設での整備の促進に向けて協議する見通しです